皆さんこんにちは、岡田真央です。はい、はい、本日6月5日、ワンピースということで、6月1日にダブルリーグの自由契約リスト、はい、自由契約選手リストの更新があったので、はい、で結構衝撃的なね、いろんなことがあったので、ちょっとそれをおさらいしたいと思います。はい、そうですね、移籍だけ言いますね。引退者とかちょっと一旦置いといて、まあ、長岡舞子ちゃんがだからエネオスそのまま契約っていうのは決まりましたね。はいはい、でエネオスで言うと林咲ちゃんが、はい、富士通レッドウェーブへ行くっていうことでね。はい、富士通行っちゃうよね。黄色のイメージしかないな、ね、間違いない。赤になるから、赤ないよこれから。いやこれは大きい遺跡ですよね。めちゃくちゃに富士通って結構いい選手集めるよね。前もなんか結構いい選手バンってきたけど、でエネオスから言うと送りリがまた日立ハイテククーガーズへ遺跡。いっぱい出れるんじゃないですか。うん、絶対出ますよね。そう、あ、日立行くんやってなりました。緑のチームですね。まあ、私、はい、ハイテク大好きなんで、はいはい、あの面白いチームでそこに行ってくれたんで、その SNS でももっといろいろ送りりの良さが出てくるんじゃないでしょうか。ね、というわけで次トヨタ自動車ですね。はい、トヨタ自動車は佐藤京香ちゃんが、あのアランマーレに移籍しました。トヨタ自動車からね、あの秋田の方に飛ぶということで、はい、っていうのがありまして、三菱電機コアラズの浜口京子ちゃんがシャンソンに行ったんですよね。これも大きいかなっていう、ちょっとあの浜口さんも大きい選手なので、うん、大きさをこうシャンソンは補強してきましたね。あとトヨタ紡織から飯島咲ちゃんが、はい、アイシンウィングスへ行くことになりました。アイシン、今話題の吉田麻美さんがアイシンに入るっていうことでね、もうめちゃくちゃビッグなニュースなんですけど、これがもう本当いろんな葛藤あったと思います、はい、あの自身の中でも、はい、だけどもやろうっていうね、めちゃくちゃもうウェルカムで動けるんですかね。それが知りたいですよね。動けるからそんな集大はさらさないですか。そうそうそう、でも結構トレーニングしてました。やっぱりおいくつですか、そんな正直。35で6の年だと思います。36の年、それって結構しんどいですよねと思うんですけど、ほら 3x3 界にはもう結構いるじゃないですか、それぐらいの。いや、まあ、けど5人でしょ。まあ、間違いない。5人制の練習量はね全然違うからね。3回ぐらい連チャンの速攻とか、いやそれはでもできるよ。それはできるできる、そんぐらいだったら。あのまあもちろんどうやってチームが使っていくのかは分かんないですけど、ああスターターじゃない可能性もあるじゃないですか。でもすごいこのなんか、経験豊富な上手なその選手がこのチームにいるだけで多分だいぶ変わるんで、素晴らしいですよね。だからトップ2です。野町さんと吉田麻美さんが一番上です、ダブルリーグの。というわけでマジで私もワクワクしてます。日本代表も入って、もちろん入って、はい、もちろん入ってました。もうすごい大人気のガードでしたよね。もう本当に今でいうルイちゃんの代わりですよね。だからもうアイドルっていうか、そのバスケ界の顔みたいな人が戻ってくるんで、もう本当にこれは大ニュースでしたね。はい、ね。で山梨クイーンビーズの岡萌乃ちゃんが羽田ビッキーズに行きます、うん、でそれで言うとトヨタ紡織の岡田真奈美ちゃんも羽田ビッキーズへ、はい、東京羽田ビッキーズへ行きます。岡コンビが、はい、羽田東京羽田へ行きますね。どっちもいい選手なのでいい補強だと思います。でデンソーアイリスの森むちゃちゃん、私と同い年って言ってたんですけど、はい、がアランマーレに、アランマ、はい、行きますね。さすがだなと思いました。はい、で大きいし森むちゃちゃんって、なかなかデンソーではそこまで今最近は出れてなかったかもしれないですけど、アランマーレ行ったら結構また出てくるんじゃないかなと、はい、思ってます。で、これシャンソンからの水野ひなのちゃん、私の大好きな、はい、透明感のある可愛い水野ひなのちゃんは三菱電機コロラーズへ行きました。はい、もう今も SNS で渡辺彩ちゃんと仲良くしてるの見て可愛いなって、はい、思ってます。はい、はいはい、で姫路イーグレッツの、ほらあのめちゃめちゃ点数、白崎みなみちゃんはシャンソン行くってなってたじゃないですか。もう一人姫路イーグレッツから山本美久ちゃんもシャンソンマジック V マジックへ行くことになりました。はい、で、アイシンウィングスの野町咲子さん、はい、さっき言った私の先輩、はい、トヨタ紡織大臣時代の先輩が、はい、東京羽田ビッキーズへ移籍することになりました。羽田とシャンソンの中で積極的に、はい、
いろんな選手がね入ってますよね。私東京の方来てくれるの嬉しいんです。だから野町さんが嬉しい、頑張ってほしいって思ってます。はい、飯食いに行くとかそういうの、まあ、それはそうそれはそう、ご飯も行くし絶対、でも試合も絶対応援に行くし。でアイシンから出てく人で言うと他に米谷ほのかちゃんがトヨタ紡織に来てくれますね。はい、この選手もすごいいい選手なので。千葉あゆみちゃんも東京羽田ビッキーズに行きます。はいはい、千葉あゆみちゃんめっちゃいい選手なんで、あの上手で勢いのある選手ですね。で野口さくらちゃんがアイシンウィングスにまた、はい、シャンソンからね。アイシンはその吉田さんが、うん、来るかいろいろ変わるんでしょうねチームの感じも。で宮坂桃奈ちゃん、この子もここからもうみんなシャンソンなんですけど、うん、は山梨クイーンビーズで移籍しました。はい、あの新潟からシャンソン来てそこから山梨っていう感じですね。この子もあの可愛らしいガード、うん、あのあれです、末っ子気質のガードです北村ゆうきちゃん、もともとハイテクにいた谷村ちゃんと北村ちゃんがシャンソン2番って一緒に入ったんですけど、出て北村ちゃんの方だけもう決まってトヨタ紡織さんと並んで行きます。はい、めちゃくちゃいい補強です。本当にあの頭のいい、大きい、得点力のあるっていう選手ですね。で栗林美和ちゃん、シャンソンからこれもは東京羽田ビッキーズへ移籍。はい、ビッキーズ、そう、集めてますね、ビッキーズ。今年楽しそうなんじゃないですか、東京羽田ビッキーズが。もともといるね、あの主力メンバーもいながら。今シーズンもまあまあ移籍あるなっていう感じですね。ね、あれ向けてですか、エビ。そうなんですね。ね、そうだ、そうそう、まあ、ここ自由契約シール、はい、入ってないで入ってないからなんですけど、そう、エブリンが入団、そうですね、入団、はい、が、1年の長い夏休み期間を経て、はい、終えて今アメリカ行ってましたけどね、最近までエブリンから帰ってきてもう伝送にね、行くことになりました。そう、伝送だって今までの主力はそのままでさ、でエブリンが入ったでしょ、まあ、あの子はもちろん戦力としてもそうだけど、そのチームを盛り上げるという、意味でもねすごく大きい存在だと思うので、いろんなことを伝送でしてくれるんじゃないかと思っております。とあと安間しおりちゃんがね、そうトヨタ自動車に戻ってくるということです。それも大きいですよね。ガードですよ。ガード、めちゃくちゃガードです。マイちゃんとかそうですね、マイちゃんとかぶる、舞ちゃんと被るけど、まあ、どっちも全然共存できる、どっちかが2番とか、そうそうできるから、やばい、安間ちゃんが戻ってくるのもすごい楽しみな。そう、可愛いんですよ安間ちゃんも、顔ちっちゃくてね、本当にね。あとなんか、あ、もう一人言いたかった、俺は聞きたい人います。誰？ステ。あ、ステね。ステは今日出るんですね。そう、出て決まってない、あのもうだから海外でやるから、そうそう海外でやるから、もうじゃあもう日本は、日本にはこのシーズンはいないと思います。はい、おこもにはおこもにも海外だったと思いますね。で、あの、まだ出てないですけど、まだ出てないですけど、多分海外じゃないかな。今日本代表がね、あの合宿とか今世界と強化試合とかやって、今度6月の、16か18、うん、高崎アリーナで、はい、強化試合やりますので、皆さんそれも行ける方はぜひ、私も行けたら行きたいなとは思ってるんですけど、うん、で、今野のりかちゃんっていう子がいるんですけど、この子今までずっと大あのアメリカでやってたんですよ。そう、アメリカの大学でやってて、で今年伝送に入ります。なるほど。そう、今度はすごいじゃないですか。そう、この子ね私ずっと見たかったんだ日本で。あのね、 3x3 のあの日本代表として出たりとかしてたんですよ、そのアンダー世代のね、っていうのはあって、見てはいた。すごい上手、本当速さというよりは本当にうまいで、しっかりしてる、シュートも入るって感じの。珍しいんですか、海外の大学から。そうなんですよ。そう、高校が清和学園、高等学校から大学がルイビル大学ですね。で、東京オリンピックの日本代表候補にも選出はされてました。5人、はい、5人の方、5人の方で、ワールドカップの、日本代表候補にも選出されてました、2022年で、2022年は5人制の方ではなくて、3x3 のアジアカップの日本代表に選出されて
ます、はい、ポジションはシューティングガードらしいですよ。マジで言ってる？すごい楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみ。私もすごく楽しみです。この選手すごいいい子っぽい感じ。選手喋りたい、ね、伝送も楽しくなってきましたね。今年こそはですよね。だって去年昨シーズン優勝できそうだったのに、シーズン1位で、そうシーズン1位じゃないですか。だからそのファイナルで勝て、ね、までに勝てなかったからまあここ補強ですよね。めちゃくちゃね。そうだ、藤岡真奈美ちゃんが、はい、東京ダイムと契約しました、はいはい、3X3 の方ですね、はい、そうだから5人制がどこ行くとかまだないからもうなやめるのかなって感じですね。指導しながらあの高校のね指導しながら東京ダイムのやでもやらせていただくっていう形だったのでそうなっていくと思います。はい、対戦する可能性もある、可能性もある、はい、それも楽しみですね。ダイムはねプレミアには入ってないけどジャパンツアーとかは出てくるので、はい、というわけで、いろんな選手がこうね、はい、そのチームが最初にお披露目されるのはサマキャンなんじゃないかなって思うので、はい、またサマキャン情報が出ましたらお伝えしたいと思います。というわけで皆さん今シーズンももう始まりますのでね、スタートしていきますので皆さんチームの、SNS も下に貼っておくのでぜひチェックしてください。